やがさ崎と申します。よろしくお願いいたします。えー、AWS プロトンを使って快適な開発環境を上げようもらおうというところで、えー、このコマをやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、簡単に自己紹介させていただきます。えー、矢が崎と申しまして、今、株式会社アンチパターンというところで取締役、CTO 兼 COO というのをやっておりますというとことですね。 はい、で経歴としてはいろいろやってたんですが、AWS ジャパンにも、えー、いたことがあるというようなものになります。よろしくお願いします。はい、今日は、えー、自民党総裁選とか裏でやってるところですね、ちょっと見ていただいて非常に嬉しく思います。ありがとうございます。はい、では内容の方に入っていきたいと思います。 はい今日はですね、まずこのプロトンを使うにあたって、開発と運用、アプリとインフラ、まあ、そういったところのチームの関係性って、まあ、どんな感じだったかなっていうのを、ちょっとおさらいも兼ねてですね、ちょっとお話しさせていただいて、そんな時にプロトンってどうやって使っていこうかなっていうところと、まあ、あとは実際に画面をですね、ちょっと見ていただいて、どんな感じで使うのかっていうデモをさせていただければなというふうに思います。こんな流れでいきたいと思います。 はい、でまずです、ね、唐突ですけれども、あのまあ、この前のゼネラルセッションのお話とかでも、すごいあの素晴らしいお話、聞かせていただいたなと思うんですけれども、やはりこのプロダクトを作ったり、サービスを作ったりしていくときはです、ね、このいかにこの開発っていうところと、あと開発を、えー、終わった後にですに、ね、実際サービス提供、運用というところ、そしてお客様が何を求めているのか、サービスとしての価値は何なのか、また、えー、セールスとかですね、マーケティングとか、そういったところも含めて、 ころがありますよねこれらの関係っていうのが非常にいい形にならないと、やはりサービス運用ってなかなか難しいっていうところがあると思いますということですね。 でまあ昨今だとデブオプスとよく言われるところがあると思うんですけれども、ここに、えー、さらにビズっていうところですね、経営とか事業とかっていうところを足して、このビズデブオプスっていうのを最適にしていくっていうのがやはり大事なポイントになるんじゃないのかなっていうのを改めて先ほどゼネラルセッションを見させていただいて思ったところですね。それなのでデブオプスってすごいいい感じなんですが、さらにそこにビズっていうのを足して、ビズデブオプスっていうような形でやっていくのがいいんじゃないかなと思います。ただですね、このデブオプスだけでもかなり相当無 難しいですよね実際にやっていこうとすると、やはり、えー、その組織の問題ですとか、そういうプラクティスってところをうまく組み合わせないといけないので、なかなかそんなうまいこといけないですよねっていうのは現実的にあるかなというふうに思いますと。それで、えー、この デブオプスのうちのこのデブオプスのところでですね、実際どのような形でこの組織って編成されてるのかなっていうのを考えていくと、それ、もちろん形はまちまちだと思うんですけれども、例えばこの w、well、ェ e アー a r c h i t e c t e d Framework の中でですね、この運用上の優秀性の柱の中に、こんな感じで運用モデルの例っていうのが載ってますというところですね。 でこの例の場合だと、2x2、まあ、に分離して、えー、考えているみたいな感じで、こっち側の横軸っていうところが、これがまあアプリケーションを、えー、作る人、運用する人っていうところですね。アプリの作る人、運用する人で。下の方がプラットフォーム、いわゆるインフラとかも含めて、えー 作るる人人運用する人っていうような形で、このデブオプスって言っても、実はこのデブとオプスっていう2つだけじゃなくてですね、このインフラアプリみたいな区分けもあるので、実際には4つぐらいあるっていうのがよくあるパターンなんじゃないかなっていうふうに思います。これ、トラディショナルな例みたいな形で書いてあったんですが、こういった4つのパターンで分離されるっていうことはあるんじゃないかなと思います。特に大きなプロジェクトとか大きな組織の場合っていうのは、こういうのは顕著になってくるかなというところですね。うちのようなスタートアップの場合は、ここまで分かれてないです けれども、こういう例っていうのはよくあるんじゃないかなというところですね。で、さらに分け方っていうのをこの Wireframe Architected フレームワークで見ていくと、この 横軸は一緒にしちゃえってやつですね、えー。作った人が運用もしますっていうパターン。これ両方ともそうですね。ただ、インフラとアプリっていうのは分かれてますっていうパターンですね。作ったら運用するんですけど、専門領域はちょっと分かれてますよねっていうのがあって、それを一部マネージドサービスっていうところですね。いわゆる AWS でいうところのパートナーみたいなところにお任せするみたいなところもあるかなっていうところですね。ここで出てくるのは、やっぱり作ったら運用しろっていうやつですね。この Youbuilt it, Youran it っていうやつですね。有名な話 ですが作ったんだったらその人が運用するっていうのが一番いいですよねとなぜなら作ったものの価値とかですねどういったものかも分かってるしフィードバックっていうのをその製品にすぐ生かせるからっていうところがあるかなっていうところですね。 さらに進んでいくと、このアプリケーションのエンジニアっていうところが、さらにプラットフォーム寄りのところもどんどんやってしまえっていうところですね、これ、とっても理想的だなというふうに思います。特に昨今のこのアーキテクチャですね、クラウドを使ったアーキテクチャってなってくると、アプリケーションはアプリケーションの都合だけ考えていても、なかなかサービスとしてうまくいかないので、インフラとか、もしくはもっと全体のアーキテクチャを考えて、アプリケーションを作る、もしくはインフラを合わせていくっていうところをやっていかないと、 最適ななもののってできないのでできいすね例えば、総結合にするとか、ステートレスにするとかっていうのは、まあ、アプリとインフラ両方合わせてやっていかないといけなかったりするので、そういったところでアプリ寄りのエンジニアがこのプラットフォームまで面倒を見るっていうのは、すごいいいんじゃないかなと思いますというところですね。で、アジリティももちろん上がるんじゃないかなっていうところがあります。ただですね、これ全部やるのももちろん大変ですし、スキルも相当必要になってきますよねっていうところがあるので、なかなかまあそんな簡単にはいかないですよねってところはあるかなと。 いうところがありますで例えば、このデベロッパー、アプリケーションエンジニア的な視点から、クラウドも作ろうみたいなことを考えると、まあ、こんなような図がイメージされるのがよくあるのかななんて思いましたと。例えば、えー、こうマルチ AZ みたいなの考えて、ちゃんと可用性高くしましょうねとかですね、フェールオーバーとかも考えたり、ロードバランサー置いてコンテナベースで、そしてスケールもできるようにしましょう、CICD とかですね、あとサーバーレスっていうのもうまく使っていきましょうみたいな、こんなアーキテクチャー 考えていていこのデベロッパー的視点からするともう完璧だなって、もうこれでいい感じだなっていうふうに思うかなというふうに思います。 ただですね、実際本番環境、サービス運用っていうのを考えていくと、実はもうちょっと必要になってきまして、例えばこういうところですね、セキュリティの話ですとか、あとはセキュリティでも発見的統制の話、あとはモニタリング、オブザーバビリティというところですね、あとはそれをマネージメントしていく部分、そしてさらにマルチアカウントとかっていう風になってきたり、組織のポリシーとか考えると、ガバナンスコントロールとか、そういったものも考えていく必要が出てくるんですよね。なのでアプリケーション えー、エンジニア的なところのインフラっていうところと、サービス運用、ガバナンスマネジメントっていうところを考えたところのインフラって、ちょっと乖離りがあるんですよね。ここで完璧だなと思ってたら、意外と、えー、めんどくさいことが実はいろいろ周りにもりもりありましたということですね。これ、嫌ですよね。アプリケーションエンジニア、僕もアプリケーションエンジニアの端くれとしか考えると、まあ、ぶっちゃけこの周りのことやるのつらいですよね。これ、ちょっとあんまり考えたくないなっていうふうに思いますというところですね。 でこういうふうに、えー、アプリケーションエンジニアリングやプラットフォームの方まで考えていくとしても、まあ、そのガバナンスだとか、えー、なんか組織のどうだとか、セキュリティのどうだとかって、あんまり深いところまで考えたくないなっていうのが本音かなっていうふうに思いますと。 ただですね、それをじゃあ分離するときどうするかっていうと、やっぱりこのプラットフォームチームっていう人は、結局は必要は必要になってきて、そこでその人たちが、例えば AWS のサービスでいうと、まあ、オーガニゼーションを使うとかですね、オーガニゼーション派とオーガナイゼーション派いるかもしれないですけど、ここはオーガニゼーション派なんで、オーガニゼーションを使うとかですね、あとコントロールタワー使って払い出しとか、ランディングゾーンとか、アカウントベンディングマシンとか考えるとかですね、あと SCP 使ってちゃんと縛りを効かせるとか。 スタックセッツ使ってもともとプロジェクトビジョニングしてあげるとかいろんなことを考えられるかなというふうに思います。 でこういったことをプラットフォームチームがやってくれればいいんですが、これ,まあやるのもこれはこれでプラットフォームチームも大変ですよねっていうふうに考えて、例えばいろんな環境があったときに、ここのバージョンはどうだったとか、この環境に合ったアプリケーションのインフラはどうだったとか、っていう整合性考えないといけないとか、いろいろ考えないといけなくて、これが1つや2つだったらいいんですけど、100とか1000とかになってきたときにどうしましょうっていう話になってくるというところですね。そのときに、えー、これが出てきたなと思ったのがプロトンですね。これはプロトン 僕の中ではもう昨今の AWS のサービスの中ではかなり激発なところですね。最近の中ではもうこのプロトンか、えー、昨日だか一昨日だか出た NLB、まあ、ALB の連携のとかですね、あれの、えー、ぐらい、俺と同じぐらい熱いサービスに僕の中ではなっていますというところで今日はお話をさせていただきたいなと思います。で、この AWS プロトンですね。こ コンテナサーバーレスデプロイの自動化っていうふうに書いてあるのでなんかここだけ見るとあんまりあのマネージメントとかガバナンスとかそういうことじゃないんじゃないかなっていうふうに。 思えるんですけどこの上の方にちゃんとマネジメントとガバナンスって書いてあったりしてですね、実はそっち系のサービスでもあるんだなっていうことが分かるかなっていうところです。まあ、コンテナーサーバーレス文脈で語られることがまあ多くなっちゃいがちかなと思うんですが、今日は特にマネジメント、がバランスっていうところを中心にお話をしていきたいなというふうに思いますと。で、このプロトンのところですね、すごいざっくり言うと、これ、マニュアルから取ってきたものなんですけど、登場人物、アクターはですね、2種類いますと。 左側がアドミニストレーター、これがいわゆるプラットフォームチームとか管理する側の人たちですね。右側がデベロッパーというところです。で、この管理者の方々っていうのが、この環境テンプレートっていうのを使って、環境ごとにそのベースとなる環境っていうのを払い出していく。アカウントごとなのか、それとも環境っていうのは、アカウント単位もあるし、VPC 単位もあるしって、いろいろ単位はあるんですが、その環境ごとに払い出していく。 そしてその環境に適合したサービスっていうのをさらにデプロイをしていくっていうことをやります。で、このサービスはこのアドミニストレーター、管理者がデプロイしてもいいし、プロビジョニングしてもいいし、デベロッパーがプロビジョニングしてもいいという感じですね。で、これの中にサービステンプレートの中に CICD パイプラインを含めることもできて、パイプライン含めることができればですね、このデベロッパーっていうのは、もうインフラっていうのはほぼ気にしなくて良くなって、例えばソースコードリポジトリにプッシュし したらパイプラインが動いて勝手にこのサービスインスタンス上のアプリケーションが更新されるとそういったこともできたりするというようなものですね。でこれだけ見てもですねまあさっぱりなんだかよく分かんないしプロトンって結局何なのみたいな感じになるかなというふうに思います。 でもう少し具体的に見ていくと、例えば今回、こんなような環境をちょっと作ってみようかなというふうに思うんですが、ちょっと時間のある限りやってみようかなというふうに思いますと。で、この AWS プロトンっていうのが、ここでいろいろコントロールをしてプロビジョニングするんですけど、今回の例でいうと、マルチアカウントを使ってやってみようかなというふうに思います。で、管理アカウントっていう方が、プロトンをいわゆるコントロールして、テンプレートを管理する方ですね。で、環境アカウントと呼ばれている方が、実際にサービスが動く アカウントになってで、その環境アカウントの中に環境っていうのとサービスっていうのが動くという形になっています。で、このファーゲートのこれサンプル、公式にあるサンプルのほぼほぼ似たような例なんですけど、 これの場合ですと、管理アカウントからまず環境を払い出すと、こんな感じで環境が払い出せます。で、環境として払い出されるの,ものは、いわゆる側ですね。側の部分と、あとはマネージメント、ガバナンスみたいなところの部分っていうのが払い出されるっていうところですね。これ、アカウント単位でやれば、まあ、こういった部分も含められますし、VPC 単位でやるとここら辺重複しちゃうので、ちょっと含められないんですけど、今回はアカウント単位でちょっと考えてみて、こういったガバナンス、コントロールみたいなところもちょっと含めてい いいってみよううかなっていうふうに思いますでこの環境が払い出されたら、この環境に合ったサービスっていうので、この上に載せるものとして払い出されるものがここの部分ですね。これでいうと ELB、コンテナの部分とかですね。あとは、このコンテナリポジトリ、コードパイプラインっていうものが えー、こっちにも、えー、実際にですね、構築されるんですが、これ、注意点は、今のプロトンだと、管理アカウント上に、こう、ECR とかですね、コードパイプラインっていうのがデプロイされて、こっからこっちのアカウントっていうのをコントロールする、えー、そういった形になるっていうところが、ちょっと注意点ですね、はい。すみません、こっからって言ってますけど、これ、ポイントは多分映ってないですね、はい。管理アカウントから、えー、環境アカウントをコントロールするような形になるというところが注意点になりますと。これがサービスとして、えー、作成されます。 環境はこういった柄で、その上に乗るのがこのサービスっていうふうになります。 なので、環境側をコントロールするのはもう完全にプラットフォームチームですよね。こういったものを作,る作りたくないんで。で、サービスっていうところは、プラットフォームチームがえー何種類かテンプレート用意して、そのデベロッパーに提供するかもしれないし、デベロッパーアプリケーションチームが自らこういったサービステンプレートを使おうって言って提供するかもしれないしっていうところになるっていうような形ですね。さらに、絶対デベロッパーがやらないといけないのは、このコードパイプラインの先にあるコードリポジトリですね、GitHub とか。 そういったところにコードを書いてプッシュして更新していくっていうのは絶対やらないといけないですねという形になりますと、はい。ということでデモというところになりますと。で、えー まずですね、デモというところでアカウント2つ用意しますというところですね。今回マルチアカウントでやるので、アカウント2つ用意します。で、こっち側がマネージメント系のアカウント、こっち側がデベロッパー、つまり環境アカウントですね。プロトの名前でいうとこっちが管理アカウント、こっちが環境アカウントっていう形になります。で、これらをまずつながないといけないんですね。つなぐときには、この プロトンの中の中環境アカウントの接続っていうのがあって、えー、ここに書いてあるのが、環境アカウントから管理アカウントにリクエストを投げてつないでくださいねっていうのが書いてあります。なので、接続をリクエストってやって、管理アカウント ID なんで、こっちのアカウントの ID。はい。 で、今回だと環境名、ちょっと分かりやすいように Dev で2021とかにしておきましょうか。で、ロールはまあ、もう作ってあるんで、新しいのでもいいですし、既存のロールでもいいんですけど、プロトン、割と強い権限を与えないといけないというところが、ちょっと注意点ですね。で、接続をリクエストっていうふうにすると、こっち側のアカウント、環境アカウントからマネジメントアカウントの方に、こう、リクエストが来ますというところですね。 これですね、今、デブデイ2021ペンディングってなってるので、これを却下するか受け入れるかっていう感じで、受け入れるって押すといきなり受け入れられちゃいます。これでもう接続の今、準備ができたという形になります。で、実際にこっち側にいろいろ作っていくんですけど、こっちのプロトンの環境っていうのは、もうこの後、ほぼ何もないです。ここに何も出てこないんです。こっち側に、マネジメント側に実際には出てくるような感じになります。ということですね。 でここで環境を作成するとかっていうふうにやっていったりするんですけれども、その前にまずテンプレートっていうのを登録しないといけないんですね。環境はどんなの作りましょうか、サービスどんなの作りましょうかっていうテンプレートを登録しないといけないんですけど、テンプレート作成ってやると、まずよくあるのがサンプルテンプレートっていうのがもともと用意されていてで、このサンプルテンプレートっていうのはどんなものかっていうと、例えば Fargate のサービス、さっき、えー、ちょっと図をお見せしたものですね、あんなようなサービスのサンプルテンプレートっていうのがこう用意されてたりします。 でこの GitHub 上でこんなのが作られますよっていうのが出ていて、例えばエンバイラメントの方のこのクラウドフォーメーションテンプレートっていうのがこんな形で入っていて、こっちが環境テンプレートですね。でもう一個、サービステンプレートっていう方がこんな感じで入っているで。サービステンプレートの中にさらにパイプラインのテンプレートっていうのも入っていて、こんな感じになっているっていう形で。 基本的にはクラウドフォーメーションのテンプレートが用意されているんですが、ちょっと見慣れない技術ですね。例えばこういうなんかブラケットみたいなのがあって、パーセントみたいな、こういうのがあったりしますけど、これは痴漢文字列みたいな形になっていて、ジンジャーっていうんですかね、えー、その Python のライブラリーが中に、え、ー プロトの中にあってそこででこここ文字列を置き換えるようなな形になっていますこれもうちょっと後でお話をしたいと思います。でこういったテンプレートっていうのが用意されていて、このファーゲットのサンプルテンプレートを使いますよっていうふうにこう定義していくと、そのサンプルテンプレートが使えるようになるというような形ですね。はいでファーゲットのサンプルテンプレートの使い方とかはですね、あの 調べればあの結構出てくるのであの、公式のデモとかもありますし、なので、ちょっとこう今回はです、ね、時間もあるので、ちょっと省略したいなというふうに思います。で、えー、今までのお話のところで言うと、えーえー、これですかね、はい、ちょっとスライドに戻りますね。で、えー、今だと Fargate ーーとかですね、えー えっと、サーバーレスですね。そういったところのコンテナとサーバーレスみたいな文脈のお話が出てきて、先ほどの,あのプロトンのところのタイトルにもですね、コンテナとかって思いっきり出てきたんですけど、じゃあコンテナとかサーバーレスじゃないと使えないのかと。うちはまだちょっと仮想マシンベースとかだから、まだ無理だねっていうところがあると思うんですよね。特にさっきのお話で言うと、多分日本の今の状況って、割と大きな組織とかで、それで、あのー、 チームがいっぱい分割されちゃっているような例の場合って、逆に EC2 とかの方がまだ多いんじゃないかなっていうふうにまあ予想してますというところですね。それなので、日本におけるそのチームの分離の課題っていうところと、実際の技術のところの課題っていうのがなんかマッチしてないんじゃないかみたいな感じで、プロトンって良さそうだけど、コンテナでしょだからじゃあ、うち関係ないよみたいになっちゃうとちょっと悲しいなと思ったので、先ほどお見せしたようにですね、クラウドフォーメーションベースでできてるんで、別にコンテナじゃなくても、 何だっていいわけですねあの使えるは使えますというところなんで、今回ちょっと EC2 ベースでのサンプルっていうのをちょっと、えー、持ってきていますというところですね。なので、コントラストサーバーレスとデプロイの自動化って書いてある Proton のタイトルと違うんですけど、EC2 ベースでもちゃんと動きますと。 いうところですねただ EC2 ベースだと CICD のやり方とかがちょっと難しくなりますよね。どうやって AMI 更新していこうかとか、もうすでにあるところに対して直接上書きしちゃうのかとか、EC2 イメージビルダーとか使うのかとかですね、そういったのはあるんですけれども、今回はこの AMI 作成用インスタンスっていうのを作って、そこにこの CICD パイプラインでデプロイをして、AMI を作成してオートスケーリンググループを更新すると、そういった形でちょっとやってみたいなというふうに思います。 なので、先ほどこの辺コンテナとかでできてたんですが、EC2 ではまあ動きますっていう例をちょっとお見せしたいなというところですね。はい。というところで、ここから本当のデモにやっていきたいと思います。で、この EC2 のサンプルですね、えー、作ったのを GitHub に置いてありますとで。この GitHub の URL とかですね、あの一番最後のスライドのところに、この今日の内容、ブログに書いてあるんでですね、ここの中から この GitHub のリポジトリ飛べるようになっているので、もしえちょっとお試しいただきたいなという場合には、この辺から飛んでいただければなというふうに思います。こっちがプロトンのサンプルになります。僕、英語苦手なんで、日本語の方は読んでもらえればと思います。英語はあの多分間違っていることが書いてあると思います。はい っていう感じです。で、実際やっていくんですが、ここのリポジトリっていうのを実際にクローンするなりなんなりして持ってきますと。そうすると、この e c Auto スケーリングの中にさっきと同じようにエンバイラメントっていうところとサービスっていうところのクラウドフォーメーションテンプレートが入っていて、これをまず S3 にアップロードしますというところですね。で、これのやり方っていうのはコマンド一を書いてあるので、この通りやってもらえればいいかなと。 いうところですね S3 に例えばアップするにあたって、ちょっと今,今、CLI の準備をしたんですけれども、この CLI の準備のときにポイントなのは、このアカウント2つあるんですが、管理アカウント側のほうにちゃんとアップロードするようにしてくださいと。環境アカウント側じゃないほうですね。はい、で、今、AWS リージョン、今手抜きで AP ノースイースト1じゃないと動かないようになってますとです、ね。ノースイースト1、ノースイースト1、合ってますね。はい で、えー、まず、えー、この S3 にアップロードするために、ここのエンバイラメントのインフラストラクチャーのところをターシ、ターしますというところですねあ。ちょっとディレクトリ違いましたね。はい。で、固めて S3 でアップロードします。はい、ここでアップロードできました。S3 に。こういった名前の今、このところにアップロードしましたので、ちょっと一旦消しておきましょうと。 はい、で、アップロードしたら、プロトンに実際にコレクトテンプレートとして入れていきます。環境テンプレート。で、コマンドラインでやる場合は、ここに書いてあるようにやれば、えー、登録できるんですが、せっかくなんで、今回画面でちょっとやってみたいと思います。で、環境テンプレートを、えー、既存のテンプレートバンドルで S3。で、今アップしたやつですね。アップしたの、これの演武テンプレート。これですね。今、14時37分。これをアップロードしますと。うですね。d e v d 2 0 2 1演武とかに。 名前にしましまょうかね、はい、っていうところにして、まあ、適当に演武タグみたいなのをつけておきますと。で、環境テンプレートを作成っていうふうにやると、ここにテンプレートのバージョン1.0として、えー、公開、えー、できるようになります。で、これを、えー、公開するようにしますと,と,ことです、ね。これ公開しないと使えないので注意してください。1.0を公開っていうふうにやると、やっと。 こう推奨バージョンパブリッシュななって使える状態になりますとで、このテンプレートをどんどん登録していくと、バージョン、マイナーバージョン、メジャーバージョンっていうのを重ねていくことができて、このバージョン管理っていうのもこの上でできるっていう感じですね。で、実際に環境を作っていきたいと思います。環境を作成する。で、今回、この今登録した DevDay2021Emp っていうのを作成します。 で、別のアカウント、こっち側のアカウントですね。はい、こっち側のアカウントなんですが、さっきも接続っていうのをやってあるので、デブ y 2021、ここに作るよっていうのができるようになってます。ですね。はい。で、これタグも適当につけますと。で、ここ、オプションなんですが、これはあの自分で定義できるオプションなんですが、サイダーブロック、どんなのにしますかっていうので、とりあえずデフォルトでいってみますと。 で、えー、よければ作成というふうにやると、ここで環境が今、作成中になりますということころですね、インプログレスになります。そうすると、どうなるかというと、こっち側のクラウドフォーメーションがですね動いているはずです。 こんな感じで今、デブで2021のクラウドフォーメーションっていうのが動いていて、こっち側に環境ができるっていう感じになります。で、この環境ができたら、この上にサービスを作っていくので、サービスのテンプレートももうちょっと、えぇ、S3 に登録しちゃいましょうかね。はい。待ってる間もったいないので、登録していきたいと思います。こんな感じですかね。はい。ここで S3、うん、SVC テンプレート入りましたね。はい。で、サービスのテンプレートも待ってる間に、 登録しいます同じくですね、えー。既存のテンプレートで S3 で、ここのサービステンプレート。はいでテンプレートの名前は、えー、デブデイ2021サービスとかにしましょうかね。はい で、環境テンプレート、互換性のある環境テンプレートなんで、どこの環境にこれデプロイできるものですかっていうのを選ぶんですけど、今作った Dev で2021円分に使えるものですよっていうふうにします。これで環境とサービスのこのアンマッチみたいなのが起きないようにできるってことですね。これいいですよね。で、値を入れていって、で、このパイプラインには CICD パイプラインも含まれているので、含まれてますということです作成しますと。で、作成をしたら今、 登録中で、今ドラフトなので、これ公開、パブリッシュします。これパブリッシュしないと使えないので気をつけてください。という感じでやってる間に、あ、できてますね。サクシーデット。こっちもできてるかな。はい。クリエイトコンプリート。できてますね。なので、この環境上に今度サービスっていうのをデプロイしてい,っていきたいと思いますとで。今作ったこのサービスですね。デブデイ2021サービス。で、内容は先ほどお見せした EC2 ベースのものになります。 で、サービス名っていうのは、ま、これ、今適当に入れますと。で、今回 CI-CD パイプライン含まれてるんで、どっから、こう、アプリケーション持ってきますかっていうところなんで、このアプリケーションのもう超最低限のスプリングブートのサンプルもここに用意してあるので、ここから持ってきましょうっていう感じですね。皆さんもやる場合、これフォークしていただければと思うんですけれども、ここから持ってきましょうという感じになりますと。で、デブデイ2021ブランチみたいなのちょっと作りましょうか。 デーブデイ2021ブランチっていうのを取ってくるようなパイプラインにしましょうと。ですかね。はい。で、リポジトリ接続っていうのは、これはあのさっきのプロトンの中のこのソース接続っていうところで、この GitHub なり何なりと、こう、o s とかでつなぐっていうことができますというとことですね。で、今はもう今僕の GitHub につないであるので、これを使っていきたいなというふうに思います。はい。 で、えー、テスト1かな。テスト1。はい。っていうので接続しますと。で、新しいタグ。これも演武適当につけておきましょうかね。せっかくなんで。はい。 でこの後、これもあのテンプレートの中で定義しているものなんですけれども、名前だとか、あとはどこの環境にデプロイしますか、あとはインスタンスサイズど、どうしますかとかっていうので、えー、例えば、遺失の大きさ変えたりとかですね、できますと。あと、クロスアカウントで、えー、あれこれするので、お互いにこう権限を付き合わないといけないという形になるので、ここで ID を入れていきますと。でここに今重大なバグがあってですね、この えー、AWS ID が0から始まるとですね、ストリングじゃなくてナンバーとして見なされてバリデーションが通らないという恐ろしいバグがあるんですけど、頭が0じゃないアカウントだったら今できますというところですね。はい。っていうような感じで、今合ってたかな。すいません合ってましたよね。えー、パイプラインエンバイラメントの方があ違うこっちがマネージアカウント ID マネージアカウント ID こっちかマネージアカウント ID 逆ですね。危ない危ない。 でえー、エンバイラメントアイディアからこっちですね。はい。はい。危なかった。はい。これで作成っていうふうにやると、実際に先ほどできた VPC とか上に EC2 とかが今作成され始めるはずって感じですね。はい。Create in progress。はい。こんな感じで今動き始めましたってところですね。で、先ほどの環境テンプレートの中で作ったものっていうのは、まあ、どんな感じかっていうと、まあ、こんな感じで VPC 作って、 で、インターネットゲートウェイとかあれこれ作って、クラウドトレールをオンにして、セキュリティハブをオンにしたって、そんな感じですね。セキュリティハブですね。セキュリティハブ、ちゃんとオンになってますね。ちょっとコンフィグが微妙かもしれないですけど、一応オンになってますと。と、クラウドトレールとかも できてますね。小石ができてるっていう感じですと。まあ、こういったところで環境テンプレートでベースを整えてくれて、今サービステンプレートでその上の EC2 とかっていうのを今作ってるっていう感じですね。SG とか今作ってますというところです。はい。で、これの中身をちょっと見ていくと、えー、ここちょっと時間かかるのでですね、このテンプレートの中身見ていきたいなっていうふうに思いますと。で、このテンプレートの中身見ていくと、この今回だとサービステンプレートのクラウドフォーメーションみたいなの、これありますけど、 これの中に、まあ普通にクラウドフォーメーションのテンプレートとして書いてあるんですが、先ほど申し上げたように、こういったところですね、こういった、えー、このブラケットみたいなのがあって、ここは時間文字列になる形になっていますと。で、これの場合はサービスインスタンスインプッツのインスタンスサイズっていうふうになっているので、先ほど画面に出てきたどんなサイズのにしますかっていうやつですね。これってスキーマーやむるとか。 っていうところにこの画面にどういったものを問い合わせるかっていうのをここに定義できるようになっているので、そこからの値っていうのをここに取ってきてここを置換してくれる形になりますというところですね。はい。でこのままだとここに今なんか赤い線が微妙に出てるのわかると思うんですが、これ今クラウドフォーメーションをデバッグするようなそういったあのプラグイン入れてるんですけど、このままだとデバッグ できないんですよねなんかこれおかしいよって言われちゃって、まあそうですよねっていう風になっちゃいますと。で、ここのところを置き換える処理っていうのを、プロトンの中では、どうやらジンジャーっていう、こういう Python のライブラリー使ってるらしくてですね、はい、これをや、えー、内部でやってあげるから、クラウドフォーメーションとして成り立ってるみたいなんですけど、それをちょっとミュレートというかですね、えー、真似するために、こういったジンジャーを実際にこう使う。 やつをちょっと入れてみましたってとこですね。で、これが、あの、先ほどの画面で入力するやつの代わりのファイルになっていて、これを、えー、例えば、今のクラウドフォーメーションテンプレートに対して、ジンジャーの、えー、置換っていうのをエミュレートして実行するという感じにすることによって、例えばこんな感じにすると、テンプヤムルって今これかなできたんですけどこう、こんな感じで X スモールに今置き換わりましたよね、これね。ここに置き換わって、 こんなことを実際、プロトンの中で多分やってそうなんですよね。 なので、これをエミュレートして、こうやってやって、ローカルでデバッグしていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますというところですね。このままデバッグするのはちょっと辛いので、こういったツールも合わせて使っていくとやりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、こちらのクラウドフォーメーションテンプレートの中とかですね、あとパイプラインの中。クラウドフォーメーションテンプレートの方が、このサービス、これが今作っているこっち側で、で、パ,パイプラインの方は、これが完成したら管理アカウント側にできますと。こっち側にできますと。 いうところですね、はい、先ほど、えー、A でお話ししたとおり、こっち側にパイプラインとか ECR とかっていうのはできるって感じです。まだ作られてないですが、これが完成したらこっち側にパイプラインができて、それが実行されるのが、これですね。これがパイプラインのテンプレートになりますと。で、ここでやっぱりこのいっぱい、ここにパラメータがいっぱいあるんですけど、これって何かっていうと、サービスインスタンス0のアウトブツのリージョンとか AMI ベース EC2 みたいな感じになるので、ここの えー、こっちらのサービス側の出力ですね。今ちょうど終わりましたね。出力にあるここの、こういった部分、これが置換されて、えー、このパイプライン側のテンプレートに入るって感じですね。こっちが、動き始めましてね。パイプライン側のテンプレートの、えー、例えば今、こういうところですね。テンプレート ID とかっていうところがこれになってますね。で、実際のテンプレートって、まあ、こういうブラケットになってるんですけど、このテンプレート ID っていうのが、 これですね。ロンチテンプレート ID っていうのがここにちゃんと入ってくるというような感じで、このアカウント間でのまたいだ連携っていうのが、これプロトンだとできるっていうところで、これもこれでいいなっていうふうに思いますというところですね。はい。で、ここまで見て、今出力でサービスエンドポイント見ると、これ今エンジン X のデフォルトのページが今できましたって感じですね。はい。で、このパイプラインが今ちょっと動いてますけど、これが完成すると、えー それがデプロイされて、こっち側に反映されるっていうところですね。はい。で、ここで今、パイプラインの完成の前にですね、ここのアプリケーション側のところをちょっといじって、実際にここにデプロイしてやってみようかなと思ったんですが、きっとこれ、時間が今ないですね。55分までなんで、ちょっと時間がないので、これが実行されて終わりぐらいになっちゃうかなっていう感じではありますというとことですね。ちょっと変更するところまで見れなかったかもしれないですね。はい。 で、今できているところで言うと、はい、まだパイプラインできてないですかね。えー、コードパイプラインか。コードパイプラインが、えー、こっちのマネージメントアカウント側にできるって感じですね。まだできてないですね。はい。で、こっち側の環境側のアカウントっていうのは、あくまでも実行環境っていうのができていて、例えば EC2 とかっていうのが、 立ち上がっているはずですね。はい。Protron EC2 でもこれ今立ち上がったものですね。はい。で、この AMI っていうのは、もともとクラウドフォーメーションの中に書いてあった AMI っていうのが実行されるんですけど、今回のこのパイプラインでは、クラウドフォーメーションですね。はい。今回のパイプラインでは、まあこの、えー、今回だとこの Java ベースのやつですね。で、Spring Boot ベースなので、Spring Boot スプリングブートのものっていうのをビルドするために、まずこっち側からアシュームロールして、こっち側のインスタンスをいじれる権限っていうのを持ってきて、それで、えー、ロンチテープレートをけ更新する前に、ま、このコードっていうのを名弁で、クリーンパッケージとかやって、ビルドして、それの成果物っていうのをこの AMI ベースっていうところに SCP でコピーして、それでこの AMI ベースの AMI っていうのを作って、そして最後に これすみません、見づらいですね。はい、ローンチテンプレートっていうのを、リフレッシュしてローテンションさせるっていうところですね。はい。これをやることによって、一通りビルドができるっていう形になってます。それなので、まあ、コンテナだったらですね、コンテナレジストリにプッシュしたら、それ取ってきて、ファーゲートなりでですね、置き換えてっていうのを簡単だと思うんですが、EC2 でもまあ、やってできないことはないっていう感じではありますというところですね。 なので EC2 ベースだからこういったガバナンスコントロールとか DevOps とかできないとかっていうふうに諦めないでいただいて、ぜひこういうのをうまく使っていただいてですね、DevOpsEC2 ベースだからできないじゃなくて EC2 ベースでもできますよっていう話を今日はしたかったところになりますというとことですね。はい。まだできないですね、パイプライン。はい。しかもこのパイプラインできた後に、ここからビルドしてコピーして、 AMI 作り直してっていうことをやるので、AMI 作り直すとこがまあ結構時間かかるので、ちょっとあと4分だと多分できないかなというふうに思いますというところですね。はい。ということで、これちょっと待ってる間に最後まとめに入っちゃってなというふうに思います。はい。えっと。PDF。はい。ではちょっとスライドに戻りまして。ということで、今できた環境っていうのはこのような環境ですね。 この周りのところっていうのが環境のテンプレートでできて EC2ELB コードパイプラインっていうところはサービステンプレートでできてそういったものを分担することができましたっていう形になります。はい、こういったデモでした。で、今後の AWS プロトに求めたいところですね。これ、すごいあの今のような形で分業をまあいい感じにできてまあこ責任の押し付け合いみたいなのって割と運用とか 開発の間でで起きたりすすると思うんですよねっていうのも、あの目的が、あのチームの目的がやっぱり違うので、まあ、開発の方々はいかに新しくて、いい機能をつけるか、いい性能を出すかってところだと思うんですが、運用の方々はいかに安定させるかとかですね、いかにこのステーブルにするかっていうところが大事だったりするので、そこの利害が。 えぶつかっちゃったりするので、その辺うまくいかないことあると思うんですが、こういったところでちゃんとうまいこと分業することによって、まあ、もしチームが分かれていたとしてもですね、うまいことデブオプスやっていけるっていう風なツールの一つになるんじゃないかなと思いますと,いとこですね。なので、すごいこのプロトンっていうのは、その大きな企業とか大きな組織、また小さいところももちろんなんですが、含めてそういったところのデブオプス加速するのにすごいいいサービスなんじゃないかなと思って、すごい期待をしています。がですね、今まだもうちょっと足りてない。 なないなっていう思うところをちょっと書かせていたただきましたこれちょっとあの改めて AWS さんにはちょっとお願いしたいなというふうに思うんですけれども、オフィシャルの情報が今圧倒的に少ないですよね。基本的に英語と機械翻訳の、えー、日本語の情報しかないし、しかもオフィシャルの英語の情報もちょっと古かったり間違ってたりするので、これはあのまたあのフィードバックを送りますというところですね。で日本語であの ハンズオンのものとかですね、作っていただいている方、いるかなとは思うんですが、まあ、ちょっとしかまだないですよねっていうところですね。はい、あと、挙動がすごくプロトン分かりづらくて、さっきのジンジャーの話とかもそうですし、エラーメッセージとかが出た時もエラーぐらいしかなくて、クラウドフォーメーションもいつの間にか消えちゃってたりして、すごいデバッグするのがすごい大変ですと。 で、えー、CDK とか Terraform っていうのも使えるようになるといいなと思いますが、これはパブリックロードマップに確か載ってたと思いますね。はい、GitHub に公開されているパブリックロードマップに載ってたと思いますので期待してます。あとは環境側アカウントですね。作られる側アカウントからもサービステンプレートを選べるといいなっていうふうに思います。サービスカタログみたいな形で、えー、こう、うちの作りたいアプリってこういうのだからこういうのっていうふうに選べるとすごいいいなっていうふうに思います。そうですね。あと今 f a r g a t とか、えー、Lambda の ちょっとしたサービステンプレートのサンプルしかないので、この辺充実してくると、本当使いやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますといとことですね。で、この辺が実現されると、やっぱり特に CCOE みたいなところでのガバナンスコントロールを効かせつつ、それ以上上のところに関しては、事業部とかですね、サービスチームみたいな方々に権限をですね、分けて、そしてすごい素早い 開発っていうのができてくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そういったところのそのアジリティの向上、デブオプスっていうところに非常に貢献できるサービスだと思いますので、そうなることを非常に期待しておりますというとことですね。で、今日のサンプルコードとか、そういったところはここのブログのところから終えるようになってますので、もしご興味ある方はちょっと試してみていただけると良いかなというふうに思いますと。 ということですね。はい。ということで、えー、我々、アンチパターンという会社はですね、こういったのも含めて、この日本のソフトウェアエンジニアをもういい感じにしていこうっていうことばっかりをやるっていう会社なので、えー、そういったところばっかりを今後もやっていきたいなというふうに思います。はい。という間にできているかなと思うんですが、パイプライン自体はできましたね。はい。パイプライン自体はできて、実際 GitHub からソースコードを取ってきて、今、ビルドをしている最中ですね。で、このビルドで今、名弁とかが動いてるのかな。はい。 動いていて、今まさにビルドしているところですね。はい。で、このビルドが終わると、こっち側の、えー、このページが更新されて Java アプリって出るという、そんな形になります。ぜひ、この辺もですね、皆さんやってみていただければなというふうに思います。はい。ということで、ちょうど今お時間になりました。ちょっと結果までお見せできなくて残念ですが、こちらで僕のセッション以上となります。はい。ということで、ご清聴ありがとうございました。以上です。